泉州の泉大津出身の二人組ロックバンドクラッシュです。ベースの剛です。よろしくお願いします。はい、ボーカルのヒロです。よろしくお願いします。一応、僕がリーダーで彼が雑用をやってます。雑用ちゃうわ雑用ってめっちゃ差開いてる、ヒロがサブリーダーで、はい、サブリーダーですね、はい、サブリーダーも結構忙しいね。忙しいよそりゃ、リーダーせえへんことしなかったからね。まあ今日も僕たちの前に、まあ、さっき、女の子坂本千恵さんかな、スーパーカーテンで、その前には、男性の弾き語りの方ソロで、その前にはピアノを弾かれてた男性の方まだ一人でされてて、ソロで歌ってる方ってやっぱりすごい、それだけですごい尊敬するなって思います。なんでかというとこれも全部一人で話しながら、うん、そう掛け合いもできへんし、うんうん、なんか俺やったら多分ライブ2回ぐらいでやめてるやろなって思うやっぱこうやって2人で僕たち結成13年なんですけど、そうやってこれたのはやっぱりこう一緒にやってこれたからなと思います。次歌う曲は僕たちがちょうど結成、11年目の時に、10年区切り、そしてまた11年目入る時に、いろんな人からこの音楽を、続けているとなぜ、クラッシュは歌ってるんですかとか、まあ、なぜその歌を歌い続けるんですかということを、まあ、聞かれることがすごく多くて、まあ、ありきたりなんですけれども、また11年目にちょっと初心に帰って、このなぜ僕たちが歌うのかっていうのを、曲にした、アンサーフロッグという曲を聴いてもらいたいなと思います。押してくれたわけじゃないな。あ、そう、出だし 俺から歌始まるから押してこうすぐ戻ってこなかんそれちょっと難しい。ではアンサーフロッグ聴いてください。君の声が僕に届いているから、その声に答え続けるよ。錆びたギターの弦をさらに変えて、かき鳴らしてはまた歌ってる。気の向くまま思うがままに、慣れたコードでも構わないだろう。いくつになっても子供みたいに退屈に耐えられないみたい。燃え続ける日よりもきっと一瞬の稲妻を忘れない。でたらめで固めた人生の中でひたすらひたむきに光を追う。君の声が僕に届いているから、その声に答え続けるよ。なぜ歌ってるの、歌い続けているのなんてよく聞かれるんだけどさ、君にも大切な人がいるでしょ。その人を思う気持ちと似てる気がするんだ。下手くそな落書きが隅っこにある。思いを文字にし書き続ける。まるで好きなあの子に書いたラブレター、それも案外間違いじゃない。
手でお願いします。オンベース強し。いつまでもどこまでも共にこの道を歩いていく。君の声が僕に届いているから、その声に答え続けるよ。僕は君のために精一杯歌うよ。歌い続けてあげるから、僕は僕のために目いっぱい歌うよ。歌うことが大好きだから、風に吹かれても雨に打たれてでも光り輝くあの星のように届け未来へ。響き渡れ世界へ。二つの夢託し日の昇ってる。ララ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 ラ。はい、ありがとうございます。